酒場。はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということでですね、大勢秋葉の音楽酒場、今日もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の、音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっております。お時間ある方、最後まで聞いていっていただければ幸いでございます。このラジオ放送ではですね、毎回、1曲について、音楽ができた背景であったりとか、特に歌詞を中心に、解説と言いますか、共有していこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ、皆さん、興味ある方は見ていただければなと思います。いろんな楽曲これまで語ってきたわけでございますけども、今日も素敵な一曲をね、語ろうかなというふうに思っております。今日は、4月の7日ということでですね、水曜日ということでね、特に何もない一日でございますけども、そんなことはないですけどね。東京はですね、なんかもうこの先週とかはすごい暑かったんですけどね、ちょっとずつ寒くなってきたんですね、またね。気温のこう格差というものが非常にこう激しいというかね、そんな状況でね、風邪をひかないか心配しておりますけども、まだ半袖は早いなというところでございまして、そんな感じで、春というものがちょっとずつこうなんか冬に戻ってきてんじゃないかみたいな感じになりますけど、日中はちょっと暖かいんですけどね。そんなことはね、さておきましてですね、今日も素敵な楽曲、ご紹介したいんですけど、今日はもう本当に名曲です。いつも名曲ばっかなんですけども、名曲名曲っていつも言ってるんですけど、今回本当に名曲なんですよね。オーヤンフィーフィーさんの Love is Over でございます。これはね、もう大ヒット曲でございますし、そしてもう本当にいろんな方にカバーされていて、こう日本の歌謡史に残る、もう名曲中の名曲なんじゃないかということでございます。この Love is Overでございますけど、愛は終わったというね、直訳するとそういう意味でございますけど、オーヤンフィーフィーさんということで、僕はオーヤンフィーフィーさんの雨の御堂筋という楽曲をよくカラオケで歌うことがあるんですけども、すごくオーヤンフィーフィーさん大好きなんですよね。オーヤンフィーフィーさんがこのラブイズオーバーを歌ってるんだよっていう、こうイメージなかなかね、つかない人もいると思いますけどもね、いろんな人にカバーされすぎてね、屋敷隆人さんとか、芸人だと宮迫さんね、今 YouTube ですごいですけどね、宮迫さんがよく歌ってる名曲でございますので、ぜひですね、この楽曲について、深く皆様と、お話ししてきたらなと思います。ということで、今日もですね、大勢秋葉の音楽酒場、酒場ですので、こうゆるく、酒飲みながらっていうイメージで、やっていく、聞いていっていただければなと思いますので、早速、行ってみたいと思います。それではスタートです。はい、ということで今回ご紹介する楽曲、オーヤンフィーフィーさんの Love is Over でございます。はい、この楽曲、まずオーヤンフィーフィーさんっていうね、方で、先ほど僕は雨の御堂筋が好きと言いましたけども、一体どういう歌手なのかということでございますけども、この方はですね、日本の方ではないんですよね。これはですね、これはじゃない、この方はですね、中国の江西省というところに、生まれまして、そこでですね、台北市のですね、レストランシアターで、そこでこう歌手デビューをしたんですよね。で、その後ですね、来日をしたんですね。それで1971年に、僕が先ほど言いました雨の御堂筋という楽曲でデビューしたということでございます。日本デビューを果たしたわけでございます。で、この雨の御堂筋、当時話題になったのがザ・ベンチャーズというね、ギターのねグループのベンチャーズというね、この方々が、作った、作曲したという楽曲でですね、非常に、大ヒットしたわけでございますけど、それでですね、その後にじゃあまた曲を作ろうかということで、この Love is Over が作られたわけでございます。で、この Love is Over なんですけども、一応シングルの楽曲なんですけども、最初はですね、噂のディスコクイーンという楽曲の、B 面だったんですよね。今で言うとカップリングってことですよね。B 面曲だったんですよね。ただこの噂のディスコクイーンっていうものがなかなかこう日本ではね、2万枚ぐらいしかの売り上げにはなら、2万枚ぐらいの売り上げにしかならない
くてですね、あまりこう不発だったということでございまして、でそこからね、まあラブイズオーバーいい曲だからと言って、オーヤンフィーフィーさんずっと歌ってたんで、そこからこう口コミで、あのラブイズオーバーという楽曲は何だと、何に入ってるんだというこう話題になりまして、口コミでですね話題になってですね、1980年に、A 面のまあシングルとして発売したんですね。さらにね再発売したわけでございます。そしてその後1982年に、アレンジ、を変更したもの、まあさらにアレンジをですね、強化して発売して、そして1983年にはまた、ジャケットを変更して発売したということで、3回ぐらいね発売されてるというね、楽曲なんですよね。シングルでこの売り上げというものが非常に高かったんですよね、52万枚の売り上げということでございます。まして、まあ、ザ・ベスト10であったりとか、そういったところにも、ね、たびたび出場することになりましてですね、まあ、これも非常に、名曲でございます。そしてですね、屋敷鷹人さん、先ほど言いました、いろんな方にこれカバーされてるんですけども、特に屋敷鷹人さんのカバーで、もう関西の売り上げがすごく上がったんですよね。まあこのオーヤンフィーフィーさんの雨の御堂筋とかもこう関西の曲というかね、そういったところをこうテーマにしてる楽曲ですので、こう屋敷鷹人さんもね、やっぱ好きやねんとか歌ってる関西の方ですね、関西の曲ということですごく売れたということでございます。でですね、まあこの作っているラブイズオーバー作ったのが伊藤薫さんという、まあ、この方もすごい名作曲家でございます。この方もともとフォークシンガーとしてデビューしたんですけども、その後作家に転じて、まあ石川さゆりさんとか谷村新司さんとか前川清さんなんかにね、楽曲を提供しているということでございまして、非常に名曲ということでございます。なのでですね、この後はですね、このラブイズオーバー、まあいろんな方が歌っていて、歌詞をこうじっくり注目するということがね、そんなに多くはないのかなと思いますので、歌詞を一個一個ですね、この後ですね、どういう意味なのかということを僕なりに、共有したいなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていっていただければなと思います。それでは歌詞の方に、移っていこうと思います。大瀬秋葉の音楽酒場。はい、ということでですね、ラブイズオーバーの歌詞についてということでございます。まあこの歌詞は非常にこうね、タイトルからしてラブイズオーバー愛は終わったということで、まあ失恋の歌ということはね想像できるわけでございますけれども、ただここのね失恋の歌で、ただの失恋の歌ではないんですよね。こう女性が失恋をしてね、女性がねその失恋の悲しみに打ち砕かれてるというような、そういうありきたりというか、普通の失恋ソングではないということですね。ここで際立ってくるのが、主人公の女性の強さというところですよね。こう鋼のメンタルというか、すごく強い、心を持った女性が、失恋をした時に、その心からボソッと出る声ということでございまして、この間ね、あのノッコさんの人魚という楽曲をご紹介しましたけども、あれは非常にこう悲しみ孤独とか、そういったものにこう、ね、打ちひしがれている主人公の女性というものをこう、ね、テーマにした楽曲ということでご紹介しましたけども、今回はこの強さというものがねキーになってくるわけでございます。はい、ということで歌詞ね、でございますけども、Love is over 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから、 Love is over わけなどないよ、ただ一つだけあなたのため。はい、この歌詞すごくいいですよね。まあ、いきなり愛は終わった、悲しいけれど終わりにしよう、キリがないからということでね、普通こうなんていうのかな、普通って言うとあれですけども、こうね失恋した時に、ちょっといやまだなんか僕らには可能性あるんじゃないかとか、二人にはまだできることがあるんじゃないかということで、こう終わりたくないよっていう、まあそういうなんていうのかな、こう失恋ソングって結構多いんですけども、もういいよと、もうええわと、多分きっとそのね女性が男性に呆れたのかなとか、まあいろんな何があって別れたかっていうのはわからないけれども、何かもう女性が見切りをつけたということがね、こう思いこう浮かばれるわけでございます。で、わけなどないよ、ラブイズオーバー、愛が終わったのはわけなどないよと、ただ一つだけあなたのためということで、こうあなたのためというね、ここがすごくいいですよね。あなたのためを思ってもうキリがないから別れようということで、で多分男性はなんでだよって言ってると思うんですけども、わけなどないよって言ってるんですね。わけなどない、きっと多分男性に呆れたわけでもないし、二人の今後のことを考えると別れるという選択肢が一番いいんじゃないかということを悟った女性ということですよね。非常にこれ
これ無責任というふうにも捉えることできるんですけども、ただ強さでもありますよね。女性がね、別れる、本当は別れたくない、悲しいけれども、あなたのためにもう別れるしかないということですよね。はい、そして続いての歌詞ですね。 Love is over 若い過ちと笑って言える時が来るから、 Love is over 泣くな男だろ、私のことは早く忘れて。ねえ、これもすごいなんか、強いですよね。若い過ちと笑って言える時が来るからって、いつかはこれ過去になって、あの時ね、こんなことあったなって笑えるよと。非常にこれでも悲しいですよね。この二人の恋というものが永遠に続くものではなくて、これがもう思い出としてとしかね、残らないというね。まあ、ただ思い出として残るぐらいがちょうどいいんだよっていうことなのかなとも思いますけども。で、泣くな男だろってね。これ男同士が励まして、泣くな男だろって言ってるわけじゃなくて、女性の側から、泣くな男だろってね、男性泣いてるっていうね、これも非常にこうなんかその女性の強さがすごくにじみ出てますよね。で、私のことを早く忘れてというね、忘れてお前は早く新しい道に行けよっていうね、そんなことをこうね、堂々と言える人ってなかなかそんな多くないんじゃないかと思います。はい、そして続いてですね、私はあんたを忘れはしない、誰に抱かれても忘れはしない、きっと最後の恋だと思うから。すごいこれ覚悟ですよね。先ほど私のこと早く忘れて泣くな男だろうって言って、私のこと早く忘れて行けよって言ってるんだけども、私はあんたを忘れはしないって言ってるんですよね。だからその本当にあなたのため、本当に私の心はすごく苦しい、あなたを忘れたくないけども、あなたのためにあなたは私のことを忘れて早くどっか行けよというね、そういうなんか本当にこの、本当の愛というかね、なんていうんですかね、こう別れの歌なのに、本当にこうあなたのことをね、強く思って、愛を、与えてる、まあ、そんな歌に聞こえるわけですよね。で、誰に抱かれても忘れはしない、きっと最後の恋だと思うから、これもすごいなんか、意味深ですよね。最後の恋なんですね。きっとなんだろう、女性の人がどうなんですかね、そのなんか結婚っていうキーワードもここでは考えられますよね。私は結婚するんだ、だからもうこれは最後の恋なんだね、嫁ぎに行くんだと、お見合いなんだとね、そういうこう考えもできますよね。ね、最後の恋だと思うから、私もあんたのことを忘れはしない、誰に抱かれても忘れはしない、ここもすごい、キーワードでございます。続いてですね、ラブイズオーバー、私はあんたのお守りでいい、そっと心にラブイズオーバー、最後に一つ自分を騙しちゃいけないよと。これもなんかいい歌詞ですよね。お守りでいい、そっと心にっていうね、私はあんたのお守りでいいって、こんなセリフ言えるかって、別れ際にってね。僕なんか言えないですからね。僕も別れ話になった時にね、言ってみたいもんですよね。私はな、俺はお前のお守りでいいから、みたいな言ってみたいけど、そんなこと言えないです。なんで別れるのみたいなね。そういう、そういう感じで僕は行きますけどもね。多分そういう男に対して言ってるんでしょうね。はい。で、ラブイズオーバー最後に一つ、自分を騙しちゃいけないよと、ね。子供なんかお母さんみたいな感じですよね。なんかね、うん、母親の子が息子にこう言うセリフみたいな感じですよね。はい、そして続いて、お酒なんかでごまかさないで、本当の自分をじっと見つめて、きっとあんたにお似合いの人がいる。うわ、悲しいなと思いますね。多分お酒いっぱい飲む男性の方だったんでしょうね。で、お酒でこう身を任せるみたいなね、そんなのに頼るんじゃねえよとね、自分、本当の自分をね、ちゃんと見つめて、きっとその本当のあんたを好きになってくれる人がきっといるからっていうね。だから何があってこの二人は別れたのかわからないけども、まあ、一つ言えるのは、その女性がですね、このね、何か将来を、見切って、あんたがこのまま私といたらきっと、良くないと。で、多分それは環境のことなのかもしれない。例えば昔っていうと、こう自由恋愛って自由恋愛だけど、なかなかこう親が厳しかったりとか、そういうのもあったわけですよね。で、そんな中で、多分私といたんでは、あなたは幸せになれない、あなたはもっと大切なね、あなたにもっと未来が明るくなるような人が必ずいるから、そっちのとこ行きなさいというね、まあそういうことで、きっとあんたにお似合いの人がいる、だから酒なんかやめろよっていうね、すごいなんか本当母親的な包容力がある、主人公ですよね。そして最後、ラブイズオーバー、悲しいよ、早く出てって振り向かないで、ラブイズオーバー、元気でいてね、ラブイズオーバーという、ここ最後がポイントです。最後にこう、さっきまでね、自分をごまかすなとか、泣くな男だろうとか、あんたにお似合いの人がいるとか言ってたのに、最後ちょっとこう弱気になってるんですね。早く出てって振り向かないで、そして最後に元気でいてね、ラブイズオーバー、これ泣けるっていう楽曲ですよね。はい、ということでですね、
紹介しましたけども、歌詞は以上でございます。大瀬秋葉の音楽酒場。はい、ということでいかがでしたでしょうか。非常にこれ泣けるって感じですね。最後がね本当にキーポイントなんですよね。でこれ実際にねオーヤンフィフィさんね最初ですねこの歌詞っていうものがなかなかこうあまりこう鮮明にね、理解しきれてなかった部分があったらしいんですよね。日本語っていうものもその当時はなかなかうまくなくて内容っていうのを理解してなかったんですけども、徐々に後々こう詳細を知っていくうちに恥ずかしくなってたというふうに言ってるんですよね。だからこのやっぱり年を重ねるごとにこの歌の深みが理解できてくるというか、うん、恋愛の数を重ねていくごとにこの歌の本質が分かってくるのかなと思います。だからやっぱりこれ一貫として言えるのが女性の強さであって、ただそんな強い女性でもやっぱり最後はすごく悲しくなってるってことなんですね。男性のずっと味方で居続けてあなたのためを思って別れ話を切り出してちょっと強気な姿勢で言ってみたけれども、やっぱりどうしても、うん、なんか心が、自分の中で言い訳できなくなってきて、ちょっと最後は弱気になってしまうと。まあ、そんな感じでですね、言われてる、ような歌詞で、すごくこれも感動します。なので、これは本当に、恋愛の失恋の歌でもありながら、本当にあなたのことを思う、本当の愛情を、強い愛情を歌った楽曲なんじゃないかと思います。ということで、長くなりましたけども、今回は以上になります。ありがとうございました。